く会いたくなる。この街にはあなたがいる。見知らぬ誰かとさよならさえ言えなかった。振り返らず消えた背中、まだ愛してる。寂しさを紛らすために花を飾り暮らしてるわ。夫婦の中でもそうですけど、兄弟、親、愛してるよって言ってます？皆さん言ってますね。韓国の方は結構ね言うんですよ。好きだよ、愛してるよとか友達の中でも言うんですけど、日本の方ってちょっとシャイなところがいっぱいあってあまり言えないんですね。そうでもない、うん、皆さんこの人差し指出して、そうで親指出してくっつきます。ちょっとねじります。韓国の人はみんな知ってると思う。日本の方知ってる、うん、そう、これね愛してるよっていうハート、フィンガーハートなんだ。これが昔はこうやったりね、こうやったりしたでしょ。今こうなんだよ。さらげよ、うん、さらげよ。これぜひやってくださいね。あのこれ口でこう喋るのがちょっと恥ずかしかったら、朝起きてね
こう家出るときにこうやると1日が幸せ、1年が幸せ、10年が幸せ、ずっと幸せになると思いますので、ぜひ覚えてやってください。雪が降りふぶく、なぜここで降りたのか、どこへ行こうとしてるのか、昨日が今日になり明日が来る、それを奇跡呼びますか。消したいことは山ほどだけど、頭の中から消えないの、思い出たちに場所なんて人の出来事
ら教えた。なんて惨めに無駄な時を費やしたのか。あの人の日差しに生まれ変わりたい。子供の心があればいつでも行けた。あの幸せの隣へ。あなた